アンリ・デグランジュ、アンリ・デグランジュは、フランス、パリ出身の自転車競技選手、ジャーナリスト。一般的に、ツール・ド・フランス海の親、ツール・ド・フランスの父と呼ばれる人物でもある。1865年1月31日、双子の一人として誕生。1891年に創設された、ボルドー・パリを観戦したことをきっかけに自転車選手に、転じる。 1893年5月11日、パリのビュファロ自転車競技場において 35.325km をマークし、アワーレコードを樹立。1897年、パルクでプランスの責任者に任命される。1903年、フランス初の室内自転車競技場、ベロドローム・ディベールの責任者に任命される。1894年に起こった。 ドレフィス事件をきっかけに、親ドレフィス派が発行していた、スポーツ新聞、ルベロに対抗するため、ハンドレフィス派が1900年に、スポーツ紙、ロトを発行することになり、その編集長にデグランジュが任命された。当時、ルベロは、スポーツ新聞としては、フランス最大の発行部数を誇っており、その地位を奪うべく考案されたのがツールド、フランスであった。 ツールド・フランスの原型となるものを考案したのは、1902年11月、当時26歳で、ロトの自転車競技編集部のチーフであったジェ・オル・フェーブル。フランス一周を6日間で走破するレースをぶちまけた。この提案をル・フェーブルと共に上層部に、提言したところ、経理担当役員のビクトル・ゴデが、これは面白い。と乗り気になった。 1903年1月19日、ロトは同年7月に第1回を開催することを発表した。しかし当初、デグランジュはツールドフランスを会議的に見ており、記念すべき1903年7月1日のスタート日にも顔を見せていない。第1回のレース責任者はルフェーブルが務めている。というのは、デグランジュは当初、 フィレネー山脈の山岳コースを導入すべきと主張していたが参加予定の選手たちから熊が出たらどうするんだと言われ却下されたことに起因するその2年後デグランジュの提案を受け入れる形で山岳コースが設けられた1904年レース責任者となったデグランジュはパリの最終ゴール地点をパルク・デ・プランスに定めたパルク・デ・プランスのゴールは 1967年まで続くことになる。また、同年のツールドフランスでは、総合2連覇を果たしたはずのモリス・ガランを含めて4人が、後に失格となって、順位剥奪となったが、これは、デグランジュがガランに対し、食事を取る箇所ではない場所で摂取していたことが、発覚したことで、500フランの罰金を取っていたことが、きっかけとなっている。なお、 この事件に鑑み、翌1905年からツール・ド・フランスは、現在行われている総合時間制ではなく、ポイント制を導入することになった。また、1919年には、どの選手が総合成績でトップに立っているのかを示すため、ロトのシンボルカラーである黄色を基調にした、マイオ・ジョーヌを誕生させた。一方、 歯に衣を着せぬ言動をしばし発したことで物議を醸したことがある。中でも、1923年のツール・ド・フランスを優勝することになるワン・リ・ペリシエをロトカミ上で痛列に批判したことで二人は懸縁の中の間柄となってしまい、そのことがきっかけとなり、翌1924年のツール・ド・フランス初日のステージが始まる前、ペリシエが マイオジョーヌを脱ぎ捨てる一幕も見られた。また、1929年のツール・ド・フランスでは、ビクトル・フォンタンの不運なリタイアに加え、優勝した、モリス・デワールが当時所属していた、アルシオン・ダンロップが、デワールを勝たせるために、他のチームメートに対して、リタイアを促していたことなどが後にわかるや、1930年のツール・ド・フランスからは、 トレードチームの参加を一切禁止し、国、地域別対抗戦形式に改めるなど、頑固一徹な部分も垣間見られた。ツールドフランス開催前までは2万5千部程度に過ぎなかった、ロトの発行部数は、1933年には85万4千部にまで伸びた。1936年、病気のため、ロトの創業メンバーの一人である、 ビクトルゴデの息子、ジャックゴデにレース責任者の座を譲ることになった。1940年8月16日、ボーバロンの自宅で死去。現在、ツールとフランスにおいてその年の最大標高の山岳をトップで通過したものに与えられる特別賞、アンリ・デグランジュ記念賞としてその名を残している。ありがとうございます。